はい、どうもこんにちは、さかなです。サブノティカやっていきましょう。なんかね、アップデートがね入ったみたいで、なんかいろいろまたできることが増えたみたいですね。あ、なんかわら間違えた、もうやだ。もう前回ゲットしたホバーバイクのジャンピングアップグレードを、作りました。とりあえずで、そんでもって、一回ね、基地の方に帰ってコールドスーツの、ね、素材を持ってきました。お、スーツ完成で、もう一個いけるな。メットか手袋にしよう。手袋作って、あとなんかこの救命キットの見た目が変わってるね。あ、着てるわ。でさ、あれ今までどうだったか分かんないけどさ、このなんか手が追加されてね、この操縦の手が。で、まあそんな感じで今回もこの氷河盆地の探索を続けていくんですが、前回さ、これハマっちゃったやつ、これね、拾えるっぽいんだよね。ほら、拾えたわ。拾えたんで、まあ2台体制でやっていく感じでいきますかね。ここでなんか充電できるから、スノーフォックスは。だからここで充電しといて、でなんか充電なくなってきたら戻ってきて、もう1台に乗るみたいな感じでやればいいかなというふうにね。そういうなんかもう2個作っちゃったことをね、ポジティブに捉えていこうという、そんなそんなあれです。 OK、 乗ってくれたな。で、そしたら、アップグレードモジュールのところ、これか、これにジャンピングモジュール入れて、で前回さ、めちゃくちゃこのね、盆地の移動時間が長かったからかなりカットしたんですよ。なんだけど、なんかジャンプで行けそうなね、怪しいところがね、いくつかあったんでね。あー、回収しちゃった。その辺ね、このジャンピングモジュールで行けたらなと思っている。で、なんかどっかに救難信号が出たんだよね。救難、助けられそうな人がいるみたいなやつ、そこも行けたらなと思うんですよね。あ、こういうの、こういうの、こういうさ、段差なんかジャンプで行けそうじゃん。なんかあると思うんだよね。あとなんかこれ揺れ軽減された、若干なんかありそう。なんかそういうアップデートが、あ、これだ。これ無理かな。この先さ、なんか橋があるんだけどね、どっから乗るか分かんなくて、ジャンプで頑張ればね、行けそうなんだよね、あっち側。ちょっと行ってみますよ。盆地のね、端っこ、スノーフォックスがあそこだから、まあ 200m だからそんな離れてないね。行くぞ。ちょ、一応セーブしとこ、おかしくなるかもしれんから。行くぜ。スペースがジャンプだって。ブーストかましてからのジャンプ、いけ。お、来た、乗れたぞ。でもなんかさ、画面の周りにさ、謎のモヤモヤが出てるんだけど、これなんだ。こんなんあったっけ、怪しい雰囲気が。なんだこれ、なんだこれ。なんか化け物の声する。地上型？なんだ？なんやなんやなんや？なんだ？あれ？バイクは？あ、バイクある、バイクある。あ、なんかバイクダメージ負ってないかこれ。なんだ？なんやなんやなんや、ちょっと。お、バイク壊される、バイク壊される。なんかキャラクターにダメージないけど、バイクがボコボコになってくぞこれ。一回食らうと25食らう。何これ、モグラ型来た。あ、なんかキノコみたいな。ちょちょ待ってね、ねねね、ちょっとキャラクターに害ないけど。おー、なになんだ、なんずなんずなんず、やばいやばい、いていていて。なんだこの洞窟に近づいたら攻撃の頻度増してね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。一回拾おう、一回拾おう。やば、ここ走れねえ。これ前回作ったばっかなのにもう使えねえとこ来ちゃった。なんだここ、
怖っ。ライト持ってきたっけ？持ってきてない。シーグライドで、シーグライドをライトにしよう。贅沢な使い方。おい、これあいつのさ、巣穴じゃないの？さっきのやつの。じゃあのジャンプする前にセーブしといてよかった。これなんだ？石英だ、石英、チタニウム。ドリルがいるやつだな。うわ、これ絶対あいつが動いた後じゃん。これめっちゃ奥いける。なんだ、あ、出口っぽい。方向的には戻ってるな。こっち側行ってみよう。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。やべえぞ。ここであいつ来たらもう終わりだろこれ。ん？行き止まりだ。あ、なんか出れる。はしごがある。誰かあいつのことを調べたやつがいるんだな。ここだ。あ、なんかあそこライトあるわ。は、あ、はしごある、はしご。やばい、なんか来てる、来てる。あぶねえ。なんかゴゴゴゴみたいな音してたわ。ちょ、このご飯持っとこう。やべえ、ハイパー危険地帯じゃんこっち。お、おお、なんだあいつ。回復、回復、いや回復が置いてあるってことはなんかあるぞ。いて、あ、これ宇宙人のやつやん。ケーブル、いっぱいある、宇宙人のやつ。わ、なんかまた変な音し始めた。あとこれ朝だな、朝明るくなってきた。これはありがたい。あ、なんかあるぞ。なんだ、あ、タブレットだ、懐かしい。これなんか異星人の施設の鍵だよね。パープルキー、うわ、これ懐かしい。これビローゼロでまだ使ってないよな。うわ、またこの雰囲気だよ。なんかさ、アップデートでなんかロストシップアップデート、なんか深海にある沈没船とかが増えたみたいで、そっちの方も楽しみなんだけど、まだこっちもやれることあるな。なんだ、小話来た、小話。なんで来てない？これ何もできないのか。違う、拾うのと乗るのが同じキーだから間違えちゃうよ。よしよしよし。うわ、来た、いて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 、いて、拾っとっか。ここも乗れねえわ。なんか奥行けそう。この下なんだ、下も道になってる。待て、プロパルション、プロパルション、うわー、いい感じに、なんか障害としてこのモンスターが置いてあるな。贅沢に金で倒したろ。発射、間違えた。金は撃つなということだな。あー、やめて、危ねえ、ちょ待って、危ないよ。回復、待って待って待って、金で行く、金で行く。よしよしよし、
よしよしよし、金を食らいやがれ。これソシャゲだ、ソシャゲ、金で殴り合うソシャゲです。これはこれ道じゃねえな、なんか下がルートっぽいぞこの感じは。下降りてみる、登れんのかな、そもそも帰れるのか。あ、あるあるある、道ある、道ある、行こう行こう行こう、やつから逃げろ、危ねえ、めっちゃ音近かったぞ今、危ねえ。あ、なんかある、タブレット、タブレット、あと2個ある。おお、施設来た。あ、これタブレットいるやつだな、これやっぱそうだ、タブレットいるわ。タブレットを探すんだここで、なるほど。あれでもって、あれテレポーターじゃね、前作のあれから察するに、あれテレポーターだと思うな多分。この残骸があるところにタブレットの割れたのが落ちてんじゃねえかな、そんな甘くない、あの辺か、怖え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 、いや来てる、なんぞあいつ、うわモンハンじゃん、もうあれモンハン、ゲーム間違っとるぞ。なんか尻尾かな、あれ先端なんか赤熱しとるな、来んなバカ。さっきんとこと反対側に行ってみよう、バカ野郎来るな、危ねえ、あいつあの瞬間移動並みにさ移動速度速いよマジで。なんかあんのか、あ、洞窟、洞窟の先何がある、今マジでどこにいるのかわからん、道ない道ない、さっきの洞窟入ろう、危ない、やられる、危ねえ、ここ入ろう、タブレットあってくれ1個ぐらい、うわ来たこいつ、駆け抜けるか、これは戻ってきた、うおー、うおうおお、逃げろ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 、追ってきてる、危ねえ、こん中入ろこん中入ろ、石英がいっぱいある、マジ帰り道どこ、ちょっとなんかスノーフォックスがガタガタ揺れ出して俺もう終わったかもしれんこれやべえフォックスがこれ揺れすぎだろ、一回降りよう、急いであのはしごに、あ洞窟もある、上見てから下入ろう、こいつマジ何なんだ、スキャンさせろ、スキャンできねえ、何なんだあいつ、ここなんもねえし、上ダイヤモンドだ、ダイヤモンドいっぱい拾えるぞこれ、飯食っとけ、なんか一瞬スキャン出た気がするな、ダイヤモンドだらけだ、ちょっと HP なー、回復使っちゃおうか、カラー細菌のサンプル持ってる、前回のやつかな、いいでー、うわここ安心できるのか、あ、さっきのとこだ、帰ってきた、
ここな乗れないんだよな。ワンチャン、ワンチャンサーチできないか。出てこない。ちょ怖、マジで。ちょ怖、なんかある。あそこまで逃げろ。危ねえ。よし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 、ここはゲーム的に大丈夫なはず。ゲーム的に降りよう降りよう降りよう。フォックスが揺れまくる現象、マジ面白いんだけど。なんか来た。あ、ご飯ありがてえ。なんかあんぞ。なんこれ、寄進装置。アルテラ PDA 研究サイトへのデータ。アイスワームっていうのは、あれアイスワームどものせいで研究の進捗は遅れっぱなしだ。ワームの問題に対しては寄進装置が役に立っている。え、この装置を使えばあいつを黙らせることができるのか。どれだ。バッテリーとチタニウム、簡単だな作るの。んでもって、あ、なんか穴があるぞ。やっぱここで鉱石取ってたんだか。さっきもダイヤモンドがいっぱいあったからな。地下レポート。近くの裂け目と洞窟にある密集したボコどころでこ、貴重な資源が発見された。構造を理解する必要がある。すげえ、石英。帰りはあっちだな。だここ乗ると確実に邪魔されるから歩きで行こう。なんかスノーフォックスぶっ壊れちゃったんだけど。ねえ、ブルブルなんだけど、これ何？恐怖に怯えてんのかな、このキャラクターが。あ、治った治った治った。あ、恐怖だったんかな。あそこまでの道側かな。あ、こういうとこ、こういうのジャンプ台っぽいの。ジャンプして越えられる。危ねえ、帰ってきたわ。なんとか。今回わちゃわちゃしただけで何も進んでない気がするけど、スノーワームの登場でしたね。ちょ、次回寄進装置をちょっと作ってみて、あいつに攻撃を仕掛けられるのかどうか試してみようと思います。それではご視聴ありがとうございました。また会おう。